堀江,貴一堀江貴一は、日本の経済学者、財政学者。長らく慶応義塾大学部理財科を指導した。東京都出身。幼稚者より慶応義塾で学び、大学に入る前には、アダム・スミスの国とロ論を独領していたという。1896年に大学部理財科卒業。その後、三井銀行に入社。時事信奉者に移って、 経済関係の論説を執筆した。その頃も、読書量は、同僚も共嘆するほどで、福沢諭吉からも期待される人材となっていた。大学部教員要請を目指す慶応義塾は、1899年に、神戸虎次郎、河井定一、木賀肝十、青木哲二、名取和作、堀江貴一の6名欧米へ、派遣留学させることとした。 この第一回留学生として堀江は、ハーバード大学、ロンドン大学、ベルリン大学に学んだ。1902年、帰国して、慶応義塾の教団に立ち、銀行論、貨幣論、財政論を講義した。1912年に理財科主任、1917年に理財科学長、1920年に慶応義塾大学経済学部長となった。また、 大学の教団に立ちながら、時事新報の記者も兼ねていたが、こちらは1909年に退社している。当初は自由主義に立脚していたが、日露戦争後、社会問題への関心を深めるようになる。1910年には再び欧米へ一年間留学、給品法、工場法、社会問題などを研究するとともに、ドイツでは社会政策学会の重鎮であったルイオブレンターノを、 訪問した。帰国後は社会問題の講座を解説し、自ら講義を担当した。また、鈴木文次らが1912年に友愛会を結成すると評議員として参加した。第一次世界大戦によって社会問題が本格化すると、主要な産業の国有、国営化、労働者による産業管理、社会的格差の是正など、 経済体制を抜本的に改革することが必要だと考えるようになった。さらに産業民主主義と政治上の民主主義は不可分であるとして近県政治を廃止普通選挙制を実現すべしと主張した。このような彼の思想は1921年に行った講演のタイトルから国家資本主義と呼ばれている。1926年。 社会民衆党の結成に際しては、安倍層、吉野作造らと共に呼びかけ人として、名を連ねた。1927年の金融強行では、数密院、政府の対応を批判し、まずは銀行自身が経営基盤を強固にして、責任を負うべきだと説いた。その年の12月、京都市岡崎公会堂での講演中に突然、脳出血で倒れ、 一週間後に死去した。ありがとうございます。